金木さんは高槻作品で何が一番お好きですか？やっぱりデビュー作かな。新人離れした文体でしたものね。過激さの中に繊細さがあるというか。そうなんです。あの文章力でデビュー当時は10代だなんて。大丈夫ですか？大丈夫です。僕の名前は金木健。どこにでもいる普通の大学1年生。彼女の名前は上白リゼさん。僕たちはアンテイクという喫茶店で出会った。お互い本好きということで意気投合した僕たちはこうしてデートに来ていた。あ、リゼさんって小食なんですね。え、あ、実はそのダイエット。今日はありがとうございました。こちらこそ、楽しかったです。実は私、最近事件のあった場所の近くに住んでいて。事件？ああ、グールの。グール、彼らは人の肉を食らう化け物。人の形をしながら人とは異なる存在。最近この辺りで人間がグールに襲われて食べられてしまうという事件が多発していた。私、そういうの本当に怖くて。大丈夫、安心してください。僕がちゃんと送りますから。本を好きになるきっかけとかあったんですか？父が残した本が家にたくさんあって、物心つく前に父を亡くしてるんです。その父の残した本が好きで、母が働きに出ている間はずっと本を読んで過ごしてたんです。そうなんですね。こっちです。もうすぐそこですから。リゼさん、もしよかったらまた会ってくれませんか？私たちって読書の傾向も似ているし、年齢も同じだし、共通点多いですよね。金木さん、本当は私気づいていたんです。あなたが私を見ていてくれたこと。え、じゃあリゼ…ええ、私も好き。金木さん、私読書より好きなことがあるの。それはね、逃げ惑う人の内臓を全部引きずり出しちゃうこと。もっと私をゾクゾクさせて。嘘だ。リゼさんがクールだなんて。あら、死んじゃいました？残念。本当に好きだったのよ。程よく油も乗ってるし、柔らかくて食べやすそう。ここはどこ？臓器移植の準備を。すべての責任は私が取る。一体何の話だ？
今のは夢？ここはどこ？そうか、僕は青霧の木に捕まってこの場所でヤモリから拷問を受けていたんだ。いわれのない苦痛を抗うこともできず、ただただ受け続けるしかなかった。自分が弱かったから。金木、ここが鳩に攻め込まれている。奴らとやり合うのが僕の役目だからね。だからせっかくの楽しい時間ももう終わりだ。金木、奪わせろ。最後に全部食わせろ。食ってみろよ。殺す！ぐっちゃぐっちゃに殺す！ありかけの魚の腹綿みたいだ。ガキが、弱者が俺に立てつくんじゃねえ。誰が弱者か教えてあげるよ。半殺しだ。食ってみろよ。手足が倍に増えたから見かけます。いけるかな。ネジが飛んだか、ヘタレ野郎。手数で押し切る。僕を舐めるな。行きます。共食いをすればグールの血が強まるだっけ。線引く7は、もう一度言うよ。線引く7は、僕を食おうとしたんだ。僕に食われても仕方ないよね。早くここから脱出しないと。ここ
離して。黙って聞けよ。離して。畳みかけます。ここ悪く思わないでください。そう。悪く思わないでください。よし。千引く七。畳みかけます。半殺しだ。探さないと。畳みかけます。千引く七。千引く七は。あれは行こう。悪く思わないでください。ここ悪く思わないでください。押し通す。畳みかけます。畳みかけます。黙って聞け。話して何もできないのはもう嫌なんだ。
殺せ！倒す必要があるみたいだ。半殺しだ。セット。君、半殺しだ。全引く。7。ここ。食ってみろよ。悪く思わないでください。
押し通す。違うじゃねえか、眼帯野郎。とっくに死んだと思ってたぜ。君はトウカちゃんのたった一人の弟だ。殺せない。だからぬるいって言ってんだよ、安定家の人間は。遠距離からの物量勝負や、近距離戦だとやや力不足だから、必然的に距離を取った戦い方になる。ぐだぐだ五択並べて笑えるよってな。俺は接近の方が得意なんだよ。7、守るためなんでしょ、君の大切なもの。君は強く、さっきだって殺そうと思えば殺せたはずだ。アヤト君が青霧に入ってまで成し遂げたいこと、何かな。殺す。ここ食ってみろよ。ごめん、うまく手加減できないかもしれない。調子乗ってんじゃねえよ。止まれ。君は半殺しだ。舐めるな。脱出できたみたいだね。あんたさ、戻ったら髪の毛どうにかしなよ。そんなんでアンテイクで仕事してたら目立ってしょうがないもん。トウカちゃん、僕はアンテイクには戻らないよ。え、何それ。僕は青霧に入る。行くぞ。うん。青霧の木に入った僕は、護送されているグールの捕獲作戦にやってきていた。どんな奴が出てくるかと思ったら、ただのバカかよ。俺をバカって言っていいのはな。捕獲作戦を成功させ、亡きを仲間に加えた僕たちは、次の目的地であるコクリアへ向かうことになった。あれがグール収容所のコクリア。ああ、ここを叩けば鳩どもの戦力を削ると同時に、青霧の木の戦力を大幅に拡大することができる。うまくいくの？
何のために護送車を襲ったと思ってんだ。亡きを仲間にしたのはここを襲うためでもあんだよ。ぼーっとしてんじゃねえ、さっさと行くぞ。なあ、行くぜ。はっ。Thank you.
弱えんだよ。するなよ。
よし。うん。敵を排除しろ。よし。シャチさんですね。あなたを解放しに来ました。マッポ、なぜ貴様からリゼの匂いがする。来い。
遅いぞワッパー。早い。そこぞい。黙って聞け。話して。これが社畜なんだけど。当然だけど人間の動きじゃない。あなたを倒すにはもっと読み込む必要がありそうだ。この程度で青霧を名乗るとは。黙って聞け。小作。話して。やったか。チョコ剤。この世のすべての不利益は当人の能力不足だから。僕が弱いとみんな殺されちゃう。だから早い。しかもなんてカグネだ。このグール完全ではないが、まさか核じゃ。死ぬのか。だがこちとらまだまだ家族サービスせないかんのよ。食うんだよ。全部僕のせい。僕が弱いとみんな殺されちゃう。かなりヤバいな。ここは任せろ。僕が半殺しだ。軍隊、篠原さんに何をした。お前と話がしたかった。この世界は間違ってる。お前は泣いていた。あれは嘘か。涙は
やはり人間とは違うんだ。放っておくわけにはいかない。みんな僕が未熟。いいんだな、ただのグールでいいんだろ。逃げてください。僕はあなたのことを殺してしまいます。だから逃げてくれ。お願いします。僕を人殺しにしないでくれ。いいんだろ。もう食べたくない。フクロウ。続いてのニュースです。 CCG 本局が20区全域を特別警戒区域に設定。とある喫茶店を攻撃目標とし、今にも突入しようとしています。クソ冴えない面しやがって。西尾先輩。なあ金木、お前がそれやる必要ないんじゃねえの。行かせないよ。月山さん、あの数が見えないのかい。金木くんに何かあったらどうするんだい。危険は承知の上です。だったらここで死にたまえ。君の目は節穴か。あれほどの戦力では月山家の力をもってしてもどうしようもない。五章だ金木くん、行かないではくれまいか。月山さん、ごめんなさい。止めに来てくれてありがとう。でも何もできないのはもう嫌なんだ。慎重に進もう。畳みかけます。せっせっせっ。黙って聞けよ。離して。ナナを押し通せ。食ってみろよ。畳みかけます。
いたぞ、こっちだ。食ってみろよ。悪く思わないでください。押し通せ。食ってみろよ。黙って聞けよ。話してる。守り抜く。食ってみろよ。
探さないと。まずい。隊列を乱すな。敵を排除しろ。こっちにいるわ。食ってみろよ。いたぞ、こっちだ。急いで。黙って聞け。話して。アンゴロして。食ってみろよ。よし。こちら第4隊、アモン。眼帯と遭遇。任務を遂行する。通っていいですか？ああ。ダメだ。話して。ここ。押し通せ。悪く思わないでください。合体。お
前は常に重要な局面で現れる。我々にとってお前は死神か、傾かけます。それとすり抜けてもどこまでも追いかけてきそうですね。もう嫌なんだ。ここ食ってみろ。アモン・コウタロウだ。レアリカの際違ったな。半殺しだ。ゆっくり話してみたかったな。半殺しだ。この世界は間違っている。戦意7で決める。すまない、アキラ。壊してしまった。畳みかけます。意外と難しいんだな、コーヒー入れるのって。よ、カネキ。ヒデ。長近秀吉。ヒデは僕の幼馴染で親友だ。小学生の頃、一人ぼっちだった僕に声をかけてくれた。友達になろうって笑いかけてくれた。君がいつも笑顔でいてくれたから、お母さんが亡くなった時も寂しくなかったんだ。グールになって青霧の木に入って、君にはもう会えないと思ってた。会えなくてもいいとも思った。どこかで君が変わらない笑顔をたたえてくれているなら。まずいな、終わっちまったか。金木、俺知ってた。知ってたんだ、お前のこと。金木、あんまり一人で背負いすぎんなよ。お前昔っからそういうとこあっから。ヒデ。ちょっとだけ、どうし、こいちまってな。金木、帰ろうぜ。帰ろう。Thank you.
7黙って聞け。そこ離して千引く七いい君半殺しだ。黙って聞け。離してそこ千引く七出方を見る。いやダメだ、後手に回っちゃう。僕から仕掛けないと。先制攻撃不意打ち悪く思わないでください。ここ限界を引き上げる。ここ完全にことだ。食ってみろよ。いい。食ってみろよ。黙って聞け。話して。押し通せ。化け物地味で、でも相手は人間だ。一撃入れば離して。やるな金木家。食ってみろよ。作戦区域におけるグール殲滅率 99%。 これをもって今作戦を終了とする。グール捜査官です。丸腰だな人間、食わせろ。ウリエク。知らず三刀、お前の攻撃が当たったんだけど、邪魔なのが来た。なんだこいつは。いい、知るか。ヤッフィー。なん、お前らグール。俺たちクインクスはお前らの能力を使う。俺の手柄だな。ふざけるな、こいつは俺が炙り出したグールだ。油断しない。佐々木一刀。彼らはクインクスと呼ばれているグール捜査官。クインクスはいわば実験体で、グールの力を組み込まれた人間たち。そんな彼らのメンターは僕、佐々木ハイセなんだけど、前途多難だな。
早速今日の会議のおさらいをしようか。今回のターゲットはナッツクラッカーと呼ばれる強い変色性を持つグールです。ナッツは捕食を行わないケースもあり、その場合は人材の斡旋を行っていると推測されています。人材の斡旋？人身売買だ。オークションで人を売り買いしているとのことだ。バカが。ということでナッツクラッカー討伐が僕らの任務。そしてこれからナッツクラッカーに近づく重要な作戦を開始する。作戦？僕らは女になる。なあ、俺たち、いや、俺だけ違和感ねえか。しょうがないでしょ。ナッツクラッカーの食材リストに載っていたのは若い女性なんだから。これはおとり捜査なのよ。ナッツクラッカーって誰だっけ？サイコちゃん、人身売買をしてる女のグールって会議で言ってたでしょ。僕たちの誰かがナッツの食材に選ばれることができれば、人身売買をしている場所、つまりオークション会場の場所が分かるってことだね。なるほど、了解したであります。でもナッツの目に留まるようにってどうすれば。なかなか声かけられないね。俺は絶対浮いてるからな。なあ、サッサン、記憶失ってる感覚ってどんな感じだ？ん？どうして？別に大したことじゃねえんだけど、もし記憶が戻ったら捜査官辞めちまうの。何？寂しいの？やめないよ、僕は。先生！今、彼女にバイトに誘われまして、連絡先もバッチリ聞き出しましたです。でかした、トール！ひとまず、作戦は成功だね。おとり捜査が功を奏し、ナッツに誘われたムツキ君と鈴谷純特等がオークション会場に潜入することになった。ムツキ君、十三君、無事でいてくれ。オークション掃討作戦が始まる。勝てないと判断したら迷わず逃げる。いいね。よし、今すぐにも。またお得意の安全講習か。承知しました。トールのやつ、今頃ビビって漏らしてんじゃねえか。ムツキ君が漏らさないように早く合流しないとね。急ぎましょう。ご無事でな、むっちゃんこ。CCG の力を見せるんだ。オークションを邪魔したわね。
ばい。Yeah.
行こう。ああ。まとめて相手になれ。やろう。おい、油断しない。これでどう？やるよ。
なんとかするよ。クインクさんはナッツクラッカーの駆逐に向かう。了解しました。ムツキさんとは負傷と疲弊もあり、これ以上の作戦続行は厳しいと思われます。彼の退却の許可を。わかった。安全のために同行者をつけろ。ウリエニ島が適当だろう。了解しました。ウリエニ島をムツキさんとの護衛につけます。
大丈夫か？ところで、ありがとう。助かったよ。おめえがエトのやつにいく演出してくれるね。こいつは一体お肉の味はどうかな。こんぐらいじゃ響かないぜ。赤眼のグール、こいつはヤバすぎる。シラツ君、林村一党と一緒に走れ。でも行け。出火器だ！さんとおしゃべりするにはまず弱らせないとな。こっやるよ。こっやるよ。やるよ。狙いに、そこ狙いに、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 狙いに。死ぬかもしれない。いや、正確には死ぬか、消えるかな。何をためらってんだ、佐々木くん。いや、金危険。所詮こんなもんだよ、お前のいる場所なんて。いいように使われてゴミみたいに捨てられる。せめて俺に意味をくれ。消えたくない。ここまでだな。デザートにしてやる。なんで邪魔するのかな、チャンヒナ。この人にはまだ利用価値があるはず。それはお兄さんが来ます。これがウォールの力。お兄ちゃん、私が守るから。もういいよ。僕はもう君の知ってた人じゃないから。体は金危険で、僕は愛せだから。大気抗議はちゃんと聞け。逃がさないよ。お返しです。逃がさないよ。お返しです。だから
に守る力をください。金木君。ハイセイ、僕が怖い？なんだって、君は強いから。それに穴がぽっかり開いてる。僕はそのウロに飲み込まれそうなんだ、巨大な空洞に。ハイセイ、聞いて。僕は強くなんかない。僕を見て。お、僕を消さないで。わかった。怖かったのは君もなんだ。僕が救う。ください、その子の所有権は僕がいただいてよろしいですか？いや、奇遇だね、佐々木くん。ここにいれば会えるかなって思ったんです。あなたは金木くんを知ってた方ですか？僕は自分のことを知ることをずっと避けてきました。でも今は彼と向き合おうと思っている。知ることが救いになるかもしれないから。どんな変化があっても、元の生活を捨てることになっても、君は構わないのかい？嫌です。でもいつかは思い出さなければいけない。僕は思い出さずにいられない。お願いします、僕を知っているなら教えてください。すまない、わからなくなってしまった。ロゼの正体が判明したね。月山グループ、100年以上の歴史を持つ大手企業ですね。100年以上バレなかったってすごくね。それだけ巧妙に隠していたってことだよね。一筋縄じゃいかねえってことだよな。だから作戦の準備は念入りにしないとね。逃げるつもりも戦うつもりもありませんよ。我々は紳士です。投降します、抵抗は無駄でしょう。
先行部隊が戦闘を開始したみたいです。了解、僕らも行こう。気を引き締めて注意していこう。急がないと俺のグールが先行組に殺されてしまう。まずは作戦に集中しねえとな。行こう。急ごう。行きましょう。感じだね。よっしゃ、これでどう。そこか。これくらいどうってことない。油断しない。そこ狙いに。そこ終
遅くなった。倒さないといけない。狙います、狙います。やりよう。狙います、狙います。しまった、取れた。やりよう。必要はない。よし、行こう。行くぞ。ああ、狙いに、そこ狙いに。これだってできる。なんとかするよ。やりな。よし。このままじゃ。やったね。
手間をかけさせる。勇気。狙いますよ。手間をかけさせる。おい。おい、慎重に進もう。さ、無線で命令が。うん、聞いてたよ。今から僕は先行して屋上へ索敵に行く。みんなはこのまま施設内のグールを殲滅してほしい。了解しました。先生、気をつけてください。ありがとう。みんなも気をつけて。こっちは任せてください。あなたが月山だったんですね。あなたには駆逐命令が出ている。立場上僕は戦います。でも話したいんです。君は何が聞きたいのかな。君のことを話せとでも言うのかい。
僕を殺す前に。投降してください。投降だと？そうすれば僕が CCG にあなたに対する所有権を提言して。投降などしない！君のことなど知らない。この状況で一人でどう生き延びるつもりですか。この選択は自殺だ。鳩の捜査官よ、君が考えることではない。僕は君を倒し行く。勇者なんとかするよ。生きるために戦う。そこライン、そこ。ウルトラマンは手足をもたれると逃げろ。救う。狙います。ホップライン、右左のフェイント。巻きつけた隠れで突き、なんとなく道筋がわかる。次は大振りの凪だ。やっぱり強いな。こ狙います。ほっ狙います。こ狙います。やっ、そこ狙います。そこ遅くなった。どうした、佐々木ハイゼ。キルミ、殺さないで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 、どうやってだよ。選べ、選べ、どうやってだよ。うるさい、ブロック。ゴミが。カナエ、君なのか。いや、シュ様、野暮用を済ませますゆえしばしお待ちを。カナエ、いい、もう行こう、カナエ。そこ、ライン、ライン、狙います。そこはナイス。バラがなぜ美しいか、わかるか。枯れる前に摘むからだ。
のデコピン、相馬気象なら避けてますよ。君は暗いたがりだね。私のしっきんちゃんはよく戦ってくれたね。さあ私と踊りましょう。君は哺乳瓶の中で窒息しかけている赤ん坊だ。ねえ、僕を救うんじゃなかったの？黙れ。死ね、金木。死ね、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 死ね。それでいいんだよ、クソ野郎。僕、死にたかったの？うん、きっとそう。だから僕、今度こそちゃんと何かみんなに愛してもらえるようなことをして、かっこよく死にたい。それが君の救いなの？うん、できる？うん。夢はもういい。お寒い覚醒劇をありがとう。さてさてさて、有馬気象とどっちが強いかな。君の父親、クゼンに言われたんだ、君を救ってほしいって。救われてるよ、とても。金木剣、優しいのね、あなた。
逆に聞きたいんだけど、なんで僕がお前みたいなゴミ救わないといけないんだ。いってえな、食い殺す。私、あなたのことが好きになったわ。私たち、とても似てるもの。光栄だな、高月先生。すみません、フクロウとの戦いで消耗したので、その補給を。さよなら、月山さん。ロゼは全滅、月山家の大半も撃滅させることに成功した。ただし、当主の息子であった月山衆の消息は途絶えてしまった。クインクス藩も前線し、グールを撃破するも、知らず銀士が殉職。悲しみに打ちひしがれる彼らの姿があった。想像を絶する戦いを強いられた月山家殲滅戦は、大いなる犠牲を払い、ここに終了した。聞いてもいいですか？何かね。あなたが命を懸けてまでしたことは無駄に終わりそうだ。情報は操作され、人間とグールは元のまま争いを続ける。全く無駄だったとは思わんがね。命を懸けただけの見返りはありましたか？知らんよ、そんなもの。自分がそうしたいと思ったからそうしたまでだ。必要かね、命を落とすのに理由が。そういうものに出会ったことないわけではあるまい。君がこれからしようとしていること、手を貸そうか？え、僕がこれから何をするかなんてあなたにわかるんですか？その代わり、私の願いを聞いてもらうけどね。赤眼の王を殺してくれ。よし、行きましょう。
よし。まずい。壊す必要があるみたいですよ。慎重に進もう。嫌な予感がする。通すんじゃないぞ。行きましょう。
よし。行きましょう。遅くなってごめん。ここから出よう。どうして？あなた捜査官でしょ。また同じこと繰り返すの？これが僕の最後の仕事だ。僕はひなみちゃんを助けて有馬さんに殺される。なんでやねん、なんでや、なんでや、おう、なんでや。面倒ですが
立場上戦いますね。クロウの確保から作った封印、使うのはお前が初めてだ。行くぞ、金木剣。手を合わせるのは初めてだ。そこだ。真面目にやれ。簡単どうする？また死ぬか。僕の勝ちだ。いや、少しはやる気になったか。
簡単な答えだ。お前に払った時間は無駄だった。トウカちゃんたち、ちゃんと逃げられたかな。もういっか。おい、もういっかじゃねえよ。ヒデ、僕、君がいないと寂しいよ。ウサギかお前は。お前は生きる理由が見つからねえだけだろ。んなもんすぐ見つかるって。ほら行けよ。せっかく拾った命無駄にすんな。誰かのためにかっこよく死ぬだっけ。俺はさ、あの時お前と行きたいと思ったんだぜ。聞こえるまで言ってやる。かっこ悪くても生きろ。終わりです。勝負はもうついている。こんなこと虚しいだけだ。敗北か。最後にもう一度聞く。本当にとどめを刺すつもりはないんだな。気持ちは変わりません。わかった。聞け、金木剣。赤眼の王を殺してくれ。お前が俺を殺したことにしてくれ。有馬さんが赤眼の王。頼む。お前にしか。わかりました。僕があなたを殺した。ありがとう。ずっと嫌だった。奪うばかりの自分がやっと何か残せた気がする。
父さんと母さんも。宝物だからあんたにあげる。ありがとう。これを見て、いつもトウカちゃんを思い出すよ。戻ろうか、24区に。すごいね。地下で式まであげられるなんて思わなかった。これでいい。これでよかったよね。王様！王様！トウカちゃん、みんなを連れて避難を。カネキ！急いで。守り抜く。僕が守る。ここ。この。よし。な、くそが。体をよくほぐしておかなければ。行こう。せい、やっ。よし。Thank you.
は分かり合える。うまくいった。急いで。守り抜く。うまくいった。お、邪魔ですね。どいてもらえます？はい、せ言っておきますが、普通に殺します。やばすぎる。はっ！
手も足も出ない。でも頭はついてる。呼吸はできる。噛みつく力は残ってる。うん、這う力はある。分かってるだろう。僕はいつだってそうしてきたはずだ。引かない。前に進む。ムカデみたいに。トーカちゃん。協力者を連れてきました。あれの本体を掘り出すんですよね。でもそれには人間だけじゃ限界がある。もっと機動力がいるはず。お前まさかグールと手を組めって言ってんのか。はい。そこの君、捜査官がグールと組むって本気で思ってる？駆逐される前に帰れ。ウィ上官、捜査官にとって最も重要なことは何でしょうか。グールを駆逐することです。違います。平和のために戦う、それが捜査官だ。戦うべきです。グールと一緒でも。ふざけるな。グールと手を組むだと。我々 CCG の誇りが。誇りなんか。クソ食らえだ。大した連中じゃねえか。鈴谷、てめえが決めろ。じゃあ全員でやっちゃいましょう。
その方が楽ちんですしね。なんかあいつには助けられてばっかだった気がする。今度は助けられるかな。頑張ろう。で、結婚式は？え、もういいじゃん。教えてよ。ね、新婚旅行は？つか、指輪とかもらった？私、あげた。指輪！金属探知！そうか、金属探知なら生体反応と関係ないってわけか。マルデさん！なんだ？怪物が。全員に告ぐ！作戦は続行！局員は歯茎野郎の対処に当たってくれ。ウール及びクインクスさんは引き続き調査を頼む。行くぜ。おい。ああ。Huh?
おい。ワン。行くよ。おい、急ぐぞ。いいじゃん。あ、行くぞ。な。うん。ああ。やめろ、ムツキ。むっちゃん、班長もうちらも
ずっとあんたのこと心配しとったよ。けど、わからんよ。むっちゃんはどうしたんよ。うちらはどうすればいい。むっちゃだ。いい加減にしろ、むつき。彼は私が女だって気づいていたんだ。なんて優しい嘘をつくのかな。私みたいに自分を守るための嘘じゃない、他人を傷つけないための嘘。それなのに私はあの人をこんな姿に。ねえ、止めたきゃ殺せよ。断る。これが私の選んだことなんだ。あんたが選んだことなのに、どうしてそんなに辛そうなんよ。攻撃と昇進を。私は死んでおけばよかった。佐藤の暮らしが私をつなぎ止めてくれていた。彼に振り向いてもらえなくてもいいから、私はただ。でも、もういいや。これ以上二人を傷つけたくないし、もう自分のことも騙せない。私は死ぬべき人間でした。すみませんでした。死ぬべき人間、ふざけんでよ、あんた。最高は、まっちゃんが大好きなジャボケー。米林だけじゃない、同じだ。俺も、知らずも、お前には生きていてほしいんだよ。お前が死ぬつもりなら、その度に俺たちが何度だって止めてやる。ムツキの力を借りたい。ウリエ君、むっちゃん。僕に行かせてください。僕の体には毒の耐性があるんですよね。もう時間がない。僕がコアに向かいますので、キミさんはサポートをお願いします。俺も行く。アヤト、カネキ、必ず帰ってきて。うん、行ってくる。根元で作られた落とし子が地上に送られているのね。やはりこの先に強い反応があるようです。急いでください。
見せてやるよ俺の力を。ああああに叩く。慎重に進もう。どうして彼女のことを感じるんだろう。お目覚めかよ。降りるぞ。できないのは。
増えてきやがる。カネキ、食い止める。行け。お前の代わりはいねえんだよ。こんな場所で体力を使うな。行け。頼むぜ。クソ兄貴。カネキさん、間違いなくその先にコアがあります。急いでください。カネキ、必ず帰ってこいよ。嫌な予感がする。よし、ここだ。かい。せい。じゃあ着ないよ。に叩く。やっちゃい。あっ。あっ。か。せい。か。何かご用ですか？まさかこれを止めるなんて無茶。言うつもりじゃないですよね。言っておきますが、僕ね、意外と強いんですよ。一度本気でやってみたかったんですよ、チャンバラ。やっきー。やれよ、やれ、切れ、ほら、みんなを守りたい。いいよ。えい、まだまだ。へい。いや、そうか。ハッピーブラッシュ。あれ、へい。いや、チルチルすんな。やっぱりこうじゃなくちゃ。命を差し出し合わないと遊びは面白くならない。そこ、なんでもかんでもセーフティーがあっちゃつまらない。まだまだ。どいつもこいつも畜生は盤上の駒。はい。さあ、おままごとしましょう。準備、特等。えい。いや、眠りにくなっちゃう。できないのは、えい、やだ。しんどけよ、コミが。本当に強いんですね。あなたは、僕は、あなたみたいに器用じゃありません。賢くもないし、力もない。世界を、小さな国も守れなかった。今までずっとあなたに負け続けた。それでも今度こそ僕はやります。あなたに勝ちたい。勝ってみんなを守りたい。人もグールも。
しい。正義の味方気取りですか、主人公気取りですか、純徳と。この世界を壊した一因はあなたにあるんですよ。東京の街を見たでしょ。どうでした、どうでした、あなたが犠牲にした人間たち。人間だけじゃない、あなたは都合をつけてその都度都度グールの命も奪ってきた。あんたをクリルリムスラッシュ。あんたをおかげで随分楽しませていただきましたよ。青霧のアジトで圧倒的強者から自分を守ろうとしたとき、二十区で喫茶店を守ろうとしたとき、佐々木敗者として偽りの家庭を守ろうとしたとき、関ヶ野を脅してグールたちの国を守ろうとしたとき、あなたは全部失敗した。いやー爽快でしたよ。あなたがいくらもがいても変えられないものである。そうだ、あなたは今日もしくじる。いや、それあはニムニムフラッシュ、まだまだフラッシュ、ニムニムフラッシュ、おっとニムニムフラッシュ、それいや、ニムニムフラッシュ、しましょう。はあ、えい、ちょっとまだリブラッシュ、はあ、はあ、はあ、いや、えい、ちょっとまだリブラッシュ、それリムリムブラッシュ、はあ、おっと、おー、行こい、はい、僕が劣勢とでも思ってるんですか。マジでウケるよお前。まだ足りない、アッシュ一族を殺し CCG の歴史を終わらせて、たくさんの命を奪う竜もこの世に解き放った。こんなんじゃまだまだ足りない、僕に。
することも価値なんてない、意味なんてない、すべてくだらない。この世界はまるでおもちゃ箱だ。遊ぶだけ遊んだら時間が来て、はい、おしまい。箱は閉じられて二度と開くことはない。あなたも不憫ですよね、純徳と。こんなくだらない世界であがき続けて、こんなところまで一人で来て。あの時リゼに出会うことがなければ、こんな面倒な役回りを演じずに。ねえ古田さん、僕はどこにでもいる読書が好きなだけの人間でした。だけどリゼさんとの約束の日を境に全てが変わり始めました。命を狙われたこともありました。むごたらしく痛めつけられたこともありました。うまく成し遂げられずに失うことも。でも新しい居場所ができた。友人のような仲間たちも、死と呼べる人も、愛する人も。あれだけ間違えてきたのに、あれだけ傷つけてきたのに、無駄だったなんて思えないんです。だからこれから先の顛末を全て知ってたとしても、僕はあの日リゼさんに会いに行ったと思います。僕にとっては全部必要なことでした。この世界は間違ってない。ただそこにあるだけだ。たとえいつか何もかも無駄になるとしても、僕は今日みたいにあがき続けます。やっぱりわかんないな、あなただけは。こんな地下で死ぬのか。ねえ純徳と、普通に生きたかったなんて言ったら笑いますよね。いいえ、奪う、奪われる、捕らえる、捕らわれる、従う、従わせる、肯定と否定を繰り返し、僕たちは失わないように戦ってばかりいる。なのに愛する人も場所も必ずなくなる。僕たちは必ず忘れられる。生きることは悲しい、虚しい。それでもいつか失うと分かっていても、いつか消えると分かっていても、醜く求めてしまう、美しくありたいと願ってしまう。そして僕は選ぶ、選び続ける。さよならリゼさん。ねえ、金木さん、私ずっとあなたを見てたわ。金木。お兄ちゃん、
カネキ。カネキくん。ハイセ。佐々木。サッサン。ママ。先生。ハイセ。カネキ。カネキ。
6年後。あれから東京の街は変わった。毒を持つ欄干は破壊され、人のグール化は食い止められた。共に戦い、東京の危機を乗り越えた捜査官やグールたちは、東京の復興に力を注いだり、穏やかな家庭を築いたりと、各々の道を進んでいた。世界は変わり続ける。今でも考える。この世界は良くなったのか、それとも悪くなったのか。でも何もできないのはもう嫌なんだ。うん、いい天気だね。